今回の動画って越境市に取り組まれる方だったりとインバウンド客一元客にしたくないという方に見ていただきたい地上戦と空中戦の行き来っていうのはすごい重要でテクノロジーを駆使して顧客接点を地上戦で持つオンラインとオフラインチームとなって取り組むっていうのがとても重要で OMO の UGC を作る施策仕掛け作りみたいなところをやっててインバウンドが来た時に広めてもらう越境市にですね簡単に揺れるわけじゃないんで覚悟を持って取り組んでくださいアップユニティに相談だということで今日はなんとですね初めてのゲストですね越境といえば世界へ母艦の徳田さんというところで、来ていただいてますよろしくお願いしますお願いしますということでうちのメンバーもですねフィードフォースとかフィードフォースベトナムのメンバーも実は徳田さんの本を読んだりして勉強させていただいてるんですけども今日はぜひよろしくお願いしますはいお願いします根掘り葉掘りですね越境のことを伺ったりあとはやはり今あのアップユニティで手掛けているのが OMO という基軸なので、うん、OMO をかける越境というところで濃い内容をお伝えしていければなというふうに思っておりますまずは徳田さんの自己紹介をお願いしますはい世界母艦株式会社の徳田と申します2007年からですね海外ウェブマーケティングを行っておりまして海外ウェブマーケティング歴15年になります、はい、で今日お話しさせていただく OMO の施策であったりとか Shopify を活用した越境市のデジタルマーケティングですね幅広くやらせていただいておりまして本当もう月10万円ぐらいの会社さんから施策を行って1000万円まで伸ばさせていただいたりとか本当にもう何ですかね越境市の駆け込み寺とか海外マーケティングの駆け込み寺っていうふうに言われてるんですけど、はい、なかなか始めたけどうまくいかないとかこれからの分野じゃないですか、はい、そこでまあどうやったらいいかわからないだったりとかそういったも取り組まれている方向けに情報発信させていただいたりとか、はい、あの支援をさせていただいておりますお願いしますありがとうございますまあ越境って言っても単純に Shopify で店開くだけじゃ全然お客さん来ないと思いますのでどうやっていけばいいのかっていうところも含めてですね、はい、基礎の部分から教えていただければなと思ってますよろしくお願いしますはいいや水野さん OMO 事例、はい、今日は7つ持ってきましたよそんなに、はい、もうあの夜な夜な作ってたらどんどんアイデアが出てきてしまっておお最初5000にしようと思ったんですけどあ、はい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 、7000にしていきましたんであ、はい、あるあるですねやっぱりこの仕事やってると盛り上がってきますよね勝手にそうです盛り上がってきますわかります、はい、分かりますやっぱり OMO だけに、はい、おもろなやつですかおもろなやつですねはい、はいはい、よろしくお願いしますお願いしますじゃあまずあの越境医師、OMO 事例7000っていうことでお話ししていければと思うんですけど、はいはいはい、今回の動画って越境医師に取り組まれる方だったりとか、はい、インバウンド客ですね一元客にしたくない方っていう方に見ていただきたい動画になります、はいはい、僕だって越境医師取り組む際に、あの地上戦と空中戦っていうふうにお伝えしてるんですけど実店舗に来店した方にその商品を知っていただくであったりとかそこから引き上げるみたいなことを地上戦って呼んでいて空中戦っていうのはまあ Google 検索か SNS をして通して知っていただいて、はい、越境医師サイトに来ていただくみたいなところですねっていうのをまあ空中戦って言ってるんですけど、うん、多くの企業の方ってこの空中戦だけで売り上げを立てようみたいな、うん、Facebook 広告とか Google 広告配信したりとかインスタ運用してショッピファイのサイトに来てもらって買ってもらえるでしょうと思ってるんですけどなかなか売れないんですよねやっぱこう商品触ったことがないとか、はい、直で見たことないものってやっぱなかなか買いづらいじゃないですか、はいはい、そういうところで、まあ、地上戦と空中戦の行き来みたいなところっていうのはすごい重要ですよみたいなところを今日お伝えできればと思ってますはい、はい早速1個目ですね、はい、ベースメントっていう浦原宿にあるレアスニーカーショップのお店があるんですけど、うん、ここってあの YouTube とか Instagram とかめちゃめちゃ取り上げられてて、はい、インスタのフォロワーも1万人とか超えていたりとか、うん、YouTube だとなんか UM とかに所属している YouTuber さんでその宗師さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その人がもう取材に来たりとかしてめちゃめちゃ有名なスニーカーショップなんですね、はい、でそこでこういったフォトスポットみたいな、はいはい、インスタ映えスポットみたいに用意してて、うん、でかいナイキのスニーカーの箱が置いてあってそこに座って写真撮れるんですよ、はい、で自分で買ったスニーカーここに置けるんですね。あの上にあるじゃないですか。なるほど、はい、でここに来たよってこのスニーカーレアスニーカー買ったよってことを撮れるんですよ、はい、でこれ撮ったら絶対ネタとしてインスタとかに上げたくなるじゃないですか。上げたくなりますね。かっこいいし、はい、でこういったまあ OMO の UGC を作る施策ですね。ユーザーがまあこう自ずと作りたくなるコンテンツみたいなのがあるじゃないですか。ユーザージェネレートコンテンツっていうところを作れるような仕掛け作りみたいなところをやっててここでインバウンドが来た時に広めてもらうみたいな取り組みをされていて、はい、こういったまあこう実際この箱作ったりとかスポット作るのってコストかかったと思うんですけど、おそらく簡単にペイできるぐらい知っていただいて来店していただくだったりとか、このサイトもショッピファイなんですけど、はい、買っていただく機会が得られるんじゃないかなというふうに思っていて、これがかなり有効な施策だなと思って。ちなみに実際越境でも結構な売上比率は伸ばしてるんですかね。そうですね、海外でも人気ですね、はい、確かに あそこにこう棚に買ったばっかりのやつを置いて、なんていうのかな、リアル NFT じゃないけど俺のだよみたいなそうですね、ちょっと自慢できるのは嬉しいですね。そうですね、はい、やっぱレアスニーカー
間ってなかなかこう手に入らないので、すごい皆さんずっと探してるんですよ。でその新しいのが出たりとか欲しいのが出た時に探す先としてまず第一早期になるとか候補の一つとして上がるみたいな形で、まあ、選ばれている、まあ、それでオンラインでこう知っていただくにも自分たちで広告出し続けてやっぱ予算がね限りがあるじゃないですか。そうですね、そういうところでまあユーザーに投稿していただくっていうところが提案されています。まあ、これが応援模索一つ目ですね。はい、2つ目がですねアメリカンイーグルっていうアメリカのブランドで、はい、日本にまあ再上陸したブランドになるんですけど、はい、こちらに池袋と渋谷にオープンしたのかな。先日池袋のお店に行ってきて、あのアパレルウェブっていうまあショッピファイのエキスパートの会社さんが、はい、ショッピファイポスの導入の支援とかされている会社さんなんですけど、こちらでもショッピファイポスを使って買えるようにしているってところだったり、顧客データ取り登録できるようにしているってところと、あとあの実際僕購入したんですよ、はい、商品を、購入した後になんかショップカードこうやって渡されて、はい、ショップカードなんだろうと思ったら QR 読み込んでこのコードを入れたらオンラインの店舗で 15% オフで買えるよみたいなクーポンコードもらったんですよね。なるほど、あなるほどと思って、うん、オフラインで商品見てあこれいいなとか着てみてサイズ感とか分かった後にオンラインで買いたくなるじゃないですか。でそこを誘発するような仕掛けっていうところをショップカードで実施しているっていうところで、これ結構使えるなと思って、これからインバウンドのお客さんとか訪れた時にショップカード用意しておいて、これはあのオンラインでも買えるんでって言ってショップカード渡すだけじゃなくて、はい、そのクーポンコードってショップで簡単に発行できるじゃないですか、はい、そのあたりを発行して QR を出してって形で実行したくなるような仕掛け作りってやられてたんで、まあ、ショッピファイポスを使って顧客データ登録するだけじゃなくて顧客に能動的に来ていただける仕掛け作りってもやってたので、はいはいはい、これ結構いいなと思って、あなるほど、はい、ちなみにそのショップカードって、はい、その QR コードは個々のお客さんにユニークなものを発行してるのか、あそれとも共通のものか、もうトップページに遷移できるような、はいはいはい、ものと、あくまでも共通の、はい、なるほどなるほど。ということはだから1回は 15% でできて、そのクーポン1回発火したら消えるって感じですね。そう、1アカウントと、まあ、アカウントと多分コードが紐づいてて、うん、そのアカウントでは1回しか使えない。なるほどなるほど、うまいですね。はい、まあ、こういったそんなに難しくない施策でもオフラインからオンラインに引き上げられるので、実店舗をお持ちの方はぜひ試してもらえたらなと思ってます。なるほどなるほど。ちなみにこのアパレルウェブさんが今回、はい、アメリカンイーグルさんのショッピファイポスを構築されてますけど、はい、ショッピファイポスで会計自体は全て完結するんですか、その店頭での会計は。ショッピファイポスとあと別のクレジットカード決済の端末を使ってたと思います、ね、はいはいはい、あなるほどなるほど、はい、それを組み合わせてってことですね、はい、ありがとうございます、はい、で3つ目ですね、インバウンド客向けの応援も施策で、こちらは京都のお土産物屋さんなんですけど、はい、京都のお土産物屋さんってこうコロナ禍って全然お客さんいらっしゃらなくて、4階か5階建てぐらいのビルなんですけど、うん、本当に閑散としてたんですよね、あの 広いだけあって閑散目立っちゃってで、どうしたらいいですかって話して相談いただいて、はい、我々の方で海外マーケティングさせていただいて、もう数百万売り上げ伸びたんですよ、うん、ものすごく伸びたなと思ってたんですけど、はい、やっぱ広告だけではなくてコンテンツとか YouTube も自分たちできること頑張りたいって言って、はい、まあ、店頭の方って皆さん英語もできるので、あ、そうなんですね、すごいお綺麗な方なんですよ。はで、あ、じゃあ YouTube やられたらどうですかって話をした時に、実際やられてて、その店舗のこ の, そのショップツアーみたいなのやったりとか、商品の説明動画っていうのを一個一個撮ったりとかしていて、でそれでこう YouTube とかブログコンテンツからショッピファイに引き上げるみたいなところをずっとやられてたんですね。なるほど。でこれだけだとオンラインのマーケティングなんですけど、はい、2022年の10月から、はい、FIT っ て, あの個人旅行の方とかも持ってきたりとか、はい、8月7月ぐらいから団体旅行も持ってきてるんですよね。それでこう実際店舗に行って僕も相談させていただいた時に、はい、めちゃめちゃこの個人旅行とか団体旅行とか持ってきてたのを目の当たりにして、10月に行ったんですけど、わめちゃめちゃ持ってきてるなって感じて、で皆さんこう見てたら YouTube とかブログとかでお店を知って来店されて、はい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 、でかつショップのこの QR とか読んでショッピファイの方に行ってみたいな感じの動きがあって、はい、あこれめちゃめちゃいいなと思ってやってもらえたらなっていうふうに思ってます。あ、はい、なるほど。ちなみに YouTube の、まあはい、要するに、まあ、京都に行く前にちょっと検索して知っておこうみたいなところを狙ってるのか、こうキーワードとかあーそこら辺って結構重要じゃないですか。そうですね、はい、そこら辺のなんかコツみたいなのってあるんですかね。そうですね、キーワードに関しては京都に関するコンテンツで訪問する先を探してる方だったりとか、はいはい、特定の商品を探してる方っていうと特定の商品を探してる方の方が購買につながる可能性が高いんですよね。確かに確かに。ただ認知っていう意味では京都の観光ツアーの場所を探してる方みたいなのがあるので、はい、結構まんべんなく作ってましたね。あ、はい、なるほど。あのちなみに、はい、キーワードを今おっしゃったようにクエリーをきちんと汲み取って作るみたいな話があったと思うんですけど、はいはい、代表的なその引っかかりやすいキーワードみたいなのって何かあるんですか。 お土産屋さんじゃないですか、はいはい、世界的に人気のなんかお土産みたいなのがある、ね、あるっていうことですか。着物とか刀とかお箸とかあとなんかこう組子細工みたいな、 なんか箱みたいなのがあって、あ、はいはいはい、それを開くとなんかこう細かな装飾がされてるやつみたいなのあったりするんですけど、
そういう商品に関して興味がある人が、あんまりこう日本の伝統工芸品のブランドって、その商品に関する情報って細かく説明されたりしないんですよね。確かに確かに。そこを説明してるだけでもすごい認知取れたりするので、なるほどなるほど。で実際お越しになりました。でもう本当 YouTube だと字幕で世界各国の言葉に変換してくれるし、はいはいはい、ショッピファイ上でも今まで対応したことない海外の言葉の人がいらっしゃった時に、接客ツールとしてショッピファイの使って接客するとかっていうのもあるんですか？そうですね、こんな形で僕らの方ではショッピファイを接客ツールとして使わせていただいていて、はいはいはい、結構コンテンツめちゃめちゃ作るんですよ。で一般的にトップ1のコレクションと詳細ページあるじゃないですか、はい、でそこに商品を置いただけだと売れなくて、はい、やっぱユーザーって離脱しちゃうんですよ。そうですね、で一般的な EC の制約率って 1% って言われてるってことは 99% がやっぱ離脱しちゃうってことなので、うん、離脱した後どう顧客設定を持つのかってところを僕は勝負だと思ってて、でこの事例だと化粧筆の選び方みたいな形で、化粧筆ってこうたくさん並んでてもどの化粧筆が自分の課題ですね、お肌の悩みを解決するかわからないので、お肌の悩み別の化粧筆の選び方ってコンテンツを作って、そのコンテンツから商品の詳細ページに遷移させるようにしてるんですよね。あ、なるほど。でこういったコンテンツを QR で置いといて読み込んでいただいて、あ、この化粧筆ってこういう効果があるんだっていうのを、うん、物を見ながら確認することができるみたいな形で、オンラインのコンテンツとオフラインっていうところを接点を持たせることによって、はいはい、まあ、接客に使えるみたいなのがあったりしますね。なるほど、はい、はい、次はですね、みんな大好きオムニハブ、みんな大好き、まあ、スマレジとショピファイを連携させて顧客データっていうところをしっかりオフラインからオンラインに引き上げるっていう、まあ、サービスだと思うんですけど、こちら結構僕らのお客さんでポップアップイベントやられる方多いんですよ、はいはい、やっぱ実店舗をお持ちでない方もいらっしゃるので、うん、ポップアップをやって東京とかデパートだったりとか様々なところでやられてる方がいらっしゃるんですけど、はい、QR コードだったりとかショップカードみたいなところで引き上げるみたいなことがあるんですけど、実際その購買の時が一番顧客データ残るところなので、そういう時にオムニハブ使っていただいて顧客データを残してインバウンド客を一元客にしないっていうところですね、はい、この辺のなんかやっぱコロナ禍を通して学びがあったので、ちゃんとリピートにつなげられるようなオムニハブぜひおすすめかなというふうに思ってます。ありがとうございます、はい、ちなみにインバウンド向けのポップアップストアっていうのはどういうところでやってるんですか？はい、まあ、東京だったりとか京都だったりとか、あとちょっとインバウンドの話からそれてしまうんですけど、はい、海外で展示会やられるお客さんもいらっしゃるんですよ、はいはいはい、そういう時にもこういったショッピファイポストとかオムニハブとかっていうのは使えるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、で次ですね、インバウンド客向け応援施策として運ぼうやっていうサービスなんですけど、はい、これどういうサービスかっていうと EMS と連携していて、実際その商品を買う時って自分で持って帰るかそこから送るかしなきゃいけないんですよね、はい、で買うとなるとやっぱ持って帰ったりとかその後移動の時にこう持ち運ばなきゃいけないので大変だってなって客単価落ちるんですよ、はい、で大きいものとか重いものっていうのは売れないっていうふうに言われてるんですけど、こちらだと QR コード読み込んで住所だったりとか、はい、個人情報登録すれば送り状が自動的に印刷されるっていうサービスなんですね、はい、うん、こちらを使っていただけると手書きだとお店の人だったりとか物流会社さんが読めなくて送れないとかトラブルがあったりするんですけど、そういうのを防げるだったりとか、はい、店舗側としては個人情報を取得してそこからこのアップセルクロスセルっていうのをオンラインからできるみたいなところで、やっぱインバウンド客を一元客にしないっていう取り組みっていうところで運ぼうやっていうサービスが大阪中心に今広まっています。なるほど、はい、これはいいところに目をつけましたよね。そうなんですよね、まあ、QR でなんか入力するだけでしょっていうふうに思ったんですけど、はい、手書きはトラブルの元だってこと僕知らなかったんで、あ、確かにくちゃくちゃの字で書きますよね、はい、やっぱこう英語とかフランス語とかすごいやっぱ達筆なので、うん、そうですね、携帯で入れてもらった方が確実だなっていうところで、はい、あ、確かにそこは大きいですね、オペレーション上、はい、すごいおすすめのツールです。あとまあお客さんの視点で言うとあれですよね、やっぱり機内に持ち込める重量って決まってるのと、あと預ける荷物も20キロまでとかいろいろ決まってるんで、これは重さを気にして買えないとかいうところは防げそうですね。そうですね、本当に客単価上がるなっていうふうに思いました。うん、はい、ありがとうございます、はい、で次ですね、インバウンド客向けの応援施策で宿泊施設だった施策なんですけど、はいはい、エクスペリエンススポットっていう、まあ、取り組みなんですけど、はいはい、京都の宿泊施設さんと僕ら提携していて、包丁とか着物とかお茶とか実際その飲んでみたりとか触ってみたりとかしないと価値が伝わりにくいものってあるじゃないですか。あります。それを試供品としてお店に置いてあるんですよ。あ、はい、で宿泊するときに飲んでみたりとか包丁使ってみたりとか展示されてる着物を見たりとかして、これめちゃめちゃいいなってなったら QR 読み込んでショッピファイのサイトで買
買っていただくだったりとか、ショップカード持って帰っていただくみたいな取り組みしていて、できるだけこう売り売りにならないようにこう地味に置いてあるんですけど、ここで知っていただくであったりとか、実際 EC サイトでもここで実際商品体験できますよみたいな紹介したりするんですよね、はい、オンラインからオフラインに来ていただくだったりとか、オフラインで触ってみてもらってオンライン来ていただくみたいなところの取り組みってやられていただいていて、結構これがうまくいってて、でこの QR の中にアフィリエイトコード入れたりとかして、そこで購買が発生したら宿泊施設にキックバックするとかっていう取り組みをしていたりとかするんですよね。あ、なるほど、はい、なんでこうトラッキングとかもできるようになっていて、ちょっとテクノロジーを駆使して顧客設定を地上線で持つみたいなところですね、はい、やらせていただいています。なるほど、はい、最後ですね、実店舗への誘導っていうところで、ショッピファイのサイトでよくあるんですけど、ストアリストみたいなのって載せてるところってあったりするんですよね。何かっていうと、自分たちの商品が海外でもやっぱ触れたり見れたりしたら買いたくなるじゃないですか、はい、でどこにあるんだろうって皆さん思うんですけど、あ、はいはい、結構あの自社のサイトでどこに置いてあるかって書かなかったりするんですよ、はいはいはい、近くの店舗に足を運んで買われてしまうとオンラインで買われなくなってしまうと思って。確かに確かに。ただ実際そのメーカーさんであればその商品を卸しているわけで、はい、B2B の売り上げになるじゃないですか。なのでその実店舗の売上が上がれば自分たちの売り上げになるので、オンラインの売り上げ、オフラインの売り上げっていうふうに分けないでお店の紹介っていうのをしてあげると、実際オンラインにも引き上がってくるんですよね。確かに、はい、そういったところでショップを紹介するって感じでストアリストみたいなところはやっていただくだったりとかするととてもいいかなと思います。間違いないですね、はい、で結構こっちから、まあ、偏方性の法則じゃないですけど、ストアリストに載せさせていただきましたとか、ストアの写真とか載せたりすると、はいはい、ストア側もありがとうってなって、じゃあこの QR を置くよみたいな感じでストア側からこうオンラインに引っ張ってくれたりとか、まあ、その EC やってないとこだったらショップカード置いてくれたりとかするわけですよね。で結構やっぱりこっちから歩み寄るってところ大事で、うん、そういうところができるといいのかなっていうふうに思っていて、まあ、そういうのをお勧めさせていただいています、うん、はい、参考になります。で、まあ、B2B の売り上げ増加っていうところで、実店舗の売り上げとオンラインの売り上げを分けて考えるとセクショナリズムが発生してしまって、はいはい、うん、ここはもううちの売り上げじゃないから協力しないみたいになっちゃうと会社全体の売り上げ損なわれてしまって、やっぱそのオンラインとオフラインチームとなって取り組むっていうのがとても重要で、実際のそこの中で戦うんじゃなくて競合と戦っていなきゃいけないわけじゃないですか、はい、お客さんにやっぱ選ばれるためには融合していかなきゃいけないっていうところで応援もすごい重要なのかなっていうふうに思ってます。はい、はい、でまあ、こう越境 EC ですね、最初もお話しさせていただいたんですけど、うん、はい、簡単に売れるわけじゃないんですよ、うん、なんでこの不安払拭だったりとか初回購入の割引だったりとか送料無料だったりとかいろんなことやったりとかして、まあ、買ってもいいかなって思っていただいて、実際商品体験していただいて感動していただいてシェアしていただくまでがユーザー体験だと思うので、うん、そこをこうできるように何ができるかっていうところで一つ一つ考えて我々も取り組ませていただいているので、ぜひ今回の施策まだごく一部なので、インバウンドのお客様向けだったり越境 EC 向けにですね取り組まれている方ですね、ご相談いただければと思います。はい、ということでアップユニティ初めてのゲスト、世界母艦の徳田様に来ていただきました。とっても勉強になったと思います。ありがとうございました。本当にいいなと思ったらぜひアップユニティのチャンネル登録いただいていいねボタンをいただけると嬉しいですということで、逆に今回コラボレーションということで、はい、我々アップユニティがなんと母艦チャンネルの方にも来ていただけるってことなので、はいはい、そちらも概要にリンク入れていますので、はい、来ていただけたらなと思います。初のコラボです、はい、皆さん世界母艦さんのチャンネルもぜひ行っていただいて、本当にね勉強になるコンテンツだらけですよね、はい、なのでぜひよろしくお願いします。まあ、最後ですね、覚悟を持って取り組んでくださいってところで、ありがとうございます、はい、じゃあ覚悟を持って、はい、最後のアップユニティに相談だ、はい